はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しくパン作りやっていきましょう。はい。今日は何を作りますか？今日は食パンを作ります。お、ついに来ましたか、食パン。いいですね食パンは、はい、今生食パンだったりとか、はい、ゆだね食パンだったりとか、はい、有名になってるけど、はい、その中でも今日は、はい、基本的な食パンを作っていきたいと思います。はい、やっぱり基礎がねちゃんとできてないと、はい、そのゆだね食パンだったりとか、はい、生食パンだったりとかちょっと作るの難しいと思うので、はい、今日は一番基本的なやつをやっていきたいと思います。はい、基礎が大事ですね。そうだね。はい、今日食パンやるにあたってポイントみたいなのあるんですか？食パンのポイントは、はい、粉の量が結構多いので、はい、こねむらに注意するっていうのと、はい、二次発酵の見極めが大事になってきます。はい、二次発酵の見極め、うん、焼くタイミング、焼くタイミング、うん、まあ、それはじゃあその時説明するって感じで、うん、そうだね。はい、はい、で今日はストレート法でやっていきます。はい、お、ストレート法、うん、勉強したやつですね、うん、短時間で、発酵ができて工程が単純、うん、で弾力があってもっちりとしたパンに仕上がるってやつですね、うん、例のさすが覚えてるね。覚えてます、編集してますはい、じゃあ楽しみですね。はい、はい、早速やっていきましょう。砂糖入れます。イースト入れます。じゃあ塩入れます。この辺はいつも通りですね。うん、しっかり粘りが出るまでやってください。はい、こんな感じですね。うん、はい、ではこれにもう一本のボールを入れていきます。で混ぜ合わせていきますね。本当でも粉の量が多い感じしますね。うん、いつもより多分この時間はかかるかも。本当ですか？うん、ちょっと嫌ですね。それはでも大事なんですね。そう、しっかりこねてあげないと、はい、しっかり膨らんでくれない。へえ、だからちゃんとこねる、はい、グルテンの膜がつながるまでしっかりこねてあげることが大事。はい、こんなもんですかね。うん、でこれ出します。今日はあなたにかかってますからね成功するか失敗するか最近一人されてますね。もう一人前になった証です、ね、そんなことないよちょっと手つきがねまだね素人臭いっていうかさ、なんか普通になんかなんていうの、素人の中でも下手な人みたいな不器用な人みたいな感じのさ手つきだよね。あのね、編集してて思うの、こいつ下手やなどんだけ不器用なんだよね。はい、じゃあこねていきます。でバターを潰して、あ、でも今日そんなめちゃくちゃベタつくっていう感じではなさそうな感じだ。そうだね、ただ量が多い分やっぱちょっと大変そうかなって感じですかね。なるべくこう縦にこう伸ばす感じで。はい、大変ですよこれ。触る？ん？いいです。一人されてます、
心配心配しないか。結構さ、食パンって初心者の人でも失敗しやすいパンだよ、はい、あ、そうなんですか、うん、基礎なのに。そう、簡単そうに見えるけど、はい、やっぱり基礎がちゃんとできてないと失敗しやすい、はい、なるほど。他のさ、なんかこう成形したようなパンだと、はい、ちょっと食感は変わっちゃうけど、なんかなんとなくごまかしは効くけど、うん、食パンってこう見た目でもう、あ、失敗だみたいなのがすごい分かるパンだからシンプルな分、うん、奥が深いみたいな感じですかね。そうだね、食パンはやっぱちょっと緊張する。あ、師匠もですか、うん、師匠クラスでも緊張するんですか私全く緊張しないですけど特に学食とかは本当に失敗したのがもうすごいわかるから、はい、ああ確かに形が命みたいなとこあるもんねこねむらができないようですね、うん、ちょっと力強すぎるかも。あ、強すぎるんですか、うん、力そこまで入れなくていい。なんか力入れた方が早くこねむらる感じがしません、うんそうだね、それはそうなんだけど、うん、なんか結局イーストがちゃんと溶ける前にグルテンのつながりができちゃうと、はい、逆に発酵不足になったりとか発酵にムラができたりする。はい、じゃあ V を V 字でこねていきます。良さそうですか、うん、いや今回こね大変でしたね。うん、やっぱ結構時間かかるね。はい、でこれを丸め直してこんな感じでつるっとして、はい、弾力がある感じになれば OK です。はい、はい、閉じ目を閉じてボール入れます。はい、ではこれで一次発酵やっていきます。はい、では一次発酵が終わりましたのでフィンガーテストとガス抜きをやっていきます。見て2倍ぐらいに膨らんだね。ね、すごい膨らんでる。めっちゃ綺麗じゃん、なんか今日生地大きくなりました。はい、で今日3番カツなんだけど、はい、あのなるべく同じぐらいの重さにして、はい、なるべく同じぐらいの重さ、うん、はい、そうしないと山形の山の高さが強くなっちゃう。はい、じゃあまずは全体を測っていきますね、うん、あっ、うん、いってますね、うん、はい、きちんと3分割、うん、きっちり3分割ですね、うん、で丸め直していく、うん、ちょっと大きいですねやっぱ3分割、うん、はい、ではこれでベンチタイム10分置いておきます。はい、ではベンチタイム10分経ちましたので今日は成形っていうんですか、うん、成形をやっていきますか。今日はこの食パン型を使います。はい、で普通はこれにバター塗って、はい、あのなんていうの、焼けた後にこう生地が剥がれやすくするんだけど、はい、今日はちょっとめんどくさいんで油、油、はい、スプレーを使います、はい、オイルスプレーか。はい、まんべんなくね
はい、やっていきます。こんな感じでバター塗るときは、はい、なるべくちょっとバター多めで、はい、塗ったときにこう型にこう筋が残るようなぐらい塗った方がいいかも。はい、ました。今日使ったのはオイルスプレーですね。うん、オイルスプレー、はい、でもバター使った方がちょっと風味はいいかも。風味はいい、うん、焼きたてのさバターのいい香りがするみたいなパンができるあるかもしれない、ね、からバターの方が本当はおすすめです。はい、この型の大きさは概要欄に載せておくので、はい、型の大きさ注意してお家でも作ってみてください。はい、わかりました。でラップしてちょっと乾燥しないように置いておきます。はい、そしたら成形なんだけど、はいはい、2人でやっちゃうと、はい、多分あの丸め直しとかの回数が違ったりとか、はい、ちょっと空気の抜き方が違ったりとかするから、はい、ちょっと山にムラができちゃう可能性があるから、はい、今日はあなたが一人で全部成形してください。はい、あの言ってなかったですけど山形の食パンですね今日。あ、そうだね、今日は山形三つ山の食パンを作っていきます。はい、わかりました。じゃあちょっと成形を一任されました。緊張しております。やっていきます。で生地を取ってで、はい、そのままこのまま閉じ目を下のまま真ん中からこうまんべんなくガスを抜くような形にして。こんな感じですか。うん、それで丸め直し。これでも丸め直しですか。うん、丸め直し。こんちょっとなんか俺に命運がかかっちゃうとちょっと緊張してる。丸め直し次第で山の高さが変わってくるし表面のつるっと感によっても見た目が変わってきちゃうからね。はい、どうですか。うん、いいと思う。で後ろを、うん、閉じ目を閉じて、まずここ抜いてて、でやるときも素早く成形していかないと1個目がどんどん発酵してっちゃうから、はい、かけてた方がいいですか。うん、なるべく素早く3つやります。はい、上手になったね。でもこの大きさすごいやりやすい。あのちょうどいい。いい？はい。そしたら型を持ってきて、はい、それをそのままこのまま、うん、こっち側に寄せる、そのまま置いていいよ。置いていいですか。うん、このまま置きます。はい、そしたら2個目をこうちょっと1個こう寄せな、片手で寄せながら生地を置いていく、はい、できる、うん、こんな感じですか、うん、こんな感じですか。大丈夫、うん、ちょっともうここくっついちゃったからしょうがないか。それだって入んなくね、もう最後の1個無理やりこうやって寄せて、はい、ここにこうやって入れた方がいい。こうやって入れる、うん、こう押さえて、自分で押さえて、でそこにこう、そうそうそう、こう、うん、でここはなんか無理にくっつける必要ないってことですね。うん、形大丈夫これ。ちょっと心配です。多分あとふっくらむからね、はい、多分このままこの形、ちょっと上から押さえないで、はい、この形でふっくらむけど、まあいいんじゃない。はい、こんな感じで3つ並べて入れるそうです。これは一番簡単なやり方。一番簡単なやり方、うん、食パンの成形っていろいろあるんだけど、はい、これが一番一番簡単、簡単、成形がいろいろあるんだ。綿棒を使ってくるくるって巻いていくやり方の方が多分一般的。あ、そうなんですか。これは本当にあなたでもできるように。でもすごい不安ですけど。大丈夫ですか。ちょっと形が心配です。でも上くぐると、はい、まあまあ、はい、あ、それで、これから二次発酵やっていくんだけど、はい、二次発酵をオーブンでやる場合、はい、大体10分ぐらいオーブン発酵して、はい、あと常温に戻して、はい、余熱を入れといて、もう発酵がのタイミングがあったらすぐ焼ける状態にしておくことが大事。はい、わかりました。難しいですよ、発酵のタイミングが。それは今日最初に言ってたポイントのことですね。そうだね、うん、はい、
結局オーブンもうすぐ焼きたい状態に発酵がなってるのに、はい、オーブンの予熱ができてなかったりすると、うんうんうん、もうどんどん発酵してっちゃって過発酵のパンになっちゃう。なるほど。なのでそこがポイントです。はい。なんか急に始まりました、ね、じゃあこれで二次発酵をやっていくってことでいいですか、はい、まず10分から。はい、10分二次発酵やっていきます。ラップ、全部切る。はい、これで二次発酵やっていきます。はい、では二次発酵が終わりましたので開けて見てみましょう。こんな感じ。膨らみましたね。わかる？ラップにちょっとくっつくぐらい、はい、まで発酵させてあげた方がいいか。見えるかな？見えますかね。ちょっとくっついてるの。ちょっとだけ上に上げます。うん、見えますかね。この型の高さちょうどになるぐらいまで膨らめば OK ってことですね。そうだね。はい、ラップにつくぐらいが目安です、はい、でこれで焼いていきます。はい、はい、では焼き上がりました。そしたら、はい、焼き上がったらすぐ横をこう叩いてあげて、はい、こっちも側面をですね、うん、側面をこう叩いてあげて、で、すぐ出す。早めにこう出してあげないとここが腰折れする原因になるんだって。なるほど、はい、で、あとはこの型を使ったらすぐ洗って、はい、で、焼いたオーブンの中に入れてあげて、はい、乾かしてあげる、大事です。はい、完成いたしました。すごいね。でもいい感じじゃない？そう？なんでそんないい感じじゃないみたいなさ。焼き上がりました。完成でーす。はい、ではあと食べていきましょう。いただきます。まだ焼きたて。焼きたてですね。すごい。30分ぐらい経ったばっかり。ふわふわだね。ふわふわです。すごいね、うん、で今日は焼きたてを生のままそのままいただきます。うん、おいしい。やっぱり柔らかいね。うん、柔らかい。甘みがある。焼きたてってさ、うん、何もつけなくていいね、うんうん、何もつけなくて美味しい。ちょっと香りを、うん、やっぱあの焼き上がった時から思ってたけど、すごい匂いがね、うん、もう香りが、食パンの香りがすごいするっていう。なんか食パンの匂いっていいよね。なんかこう、うん、幸せな気持ちになる感じの香りだよね、うん。本当美味しい。焼きたてのさ、食パンってなかなか食べれないよね。確かに。家で作るとね、焼きたてが食べれるし、こっからまたなんていうの、アレンジの仕様があるっていうかさ、あーそうだね、いろいろ塗ったりとか、うんうん、あの違う味で楽しめるっていうのはやっぱいいですね、うんうん、みんなもいろいろこう試してみる前にまずこれを作って、そうですね、ちゃんとできるようになったらいろいろアレンジしてもらいたいね。はい、これ本当に家で作って焼きたてこんな柔らかいんだったら本当にいいの、おすすめですよね、うん、ちょっと大変ですけどよかったら作ってみて。
くださいって感じですかね。はい、ということで食パンも美味しく作ることができました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。